やる気、元気、たまき。霊感タロットのたまきのズバッと、今日は、カバダス秘術の運命数別、スピード感があるかないかランキングでございます。はい、基本的に1日2本動画アップしてます。ぜひチャンネル登録と通知をお願いします。ツイッターでは、個人鑑定の受付状況ですとか、日々のことをつぶやいております。ぜひフォローお願いします。個人鑑定の申し込み方法は、それぞれの動画の概要欄にすべて書いてありますので、ぜひご覧になってください。はい。カバダス秘術別なんとかランキング、今までね、まだ1回しかやってない。何考えてるのかわからないランキングはやったよね。で、今日はスピード感です。落ち着きがなくっていうかね、うん。アイデアとかがわーって湧くのが早くて、さらにそう思う、で、思いついたらもうすぐ行動に移さずにいられない。考える前にもう体が動いちゃうみたいな。思い立ったらもう速攻すぐ行動してるみたいなタイプなのか、それとは真逆で、ゆっくり慎重にことを一つずつ正確に丁寧に進めて、人と仲良くなるのもゆっくりじっくり慎重にみたいな、うん、正確に時間をかけてやろうみたいな感じなのか、それともどっちでもないよっていう。今回はね、1番から何番とかいう細かい数字ではなくて、大まかに3つに分けました。なんか、そう、上位の人とか、あんまり1、2、3、4、4番とか、1番、2番、3番とか、そこまで細かく分けられるほどの差がないなと思ったので、ざっくり3段階でございます。早いか、普通か、ゆっくり、じっくりか、っていうところでいきますね。書いていきますよ。はい。さあ、皆さん想像してください。当ててください。当てるタイム。スピード感がある。思い立ったら行動タイプは何番だと思いますでしょうか？私、普段から結構言ってると思うけど、いきますよ。書くよ。はい。この5つでございます。ね。納得でしょ？特に、私が普段から言っている、この数字はエネルギーが有り余ってる、パワフル系だって言ってる数字ですね。その数字イコールスピード感があるにも全く当てはまりました。パワーが有り余ってるのとスピード感がある、思い立ったら行動はニアイコールなんだなぁと思って、フォーと思って、これで考えてみて、なるほどなぁみたいな。うん。パワー系。パワー系っていうのかな。うん。そうね。1は王様でしょ？ 5 は自由と変化でしょ？ 8 は戦士でしょ？ 22 は時代を変えるものでしょ？ 33 は、愛で地球を救おうみたいな方でございます。うん。これね、順番つけようと思ったけど、やっぱね、つけられなかった。全部早かった。全部早い。うん。もう1はもう行動力。なんか、もう1と8かな。1と8は、もう思い立ったらもう、すぐになんかね、行動に移して、その夢をもう実現させる、目標をすぐに実現させるぞ、みたいな行動力がめっちゃ早いです。なので、もうパッてやるでしょ？ 5 は自由と変化って書いてあるくらいだから、もう頭の回転早いし、もう常にコロ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 いろんなことが自分の中でも変化してるし、それをまた行動にパッパッ映す感じがね、スピード感すめっちゃありますよね。22、33ももうアイデアがいろいろ宇宙からもうどんどん降り注いできます。松田聖子さんってどこだったっけ？ビビビッと来て結婚者、どっちかだったよね。ビビビッと来て人を好きになっちゃうとか、そういうのもね、この辺の数字ですね。人を好きになるのが早いとか、仕事のスピードが早いとか、アイデア出すのが早いとか、何事も早いです。で、私、8なんだけど、私のことを話すと、なんか、8アピールしてみたいな、まあ言われて、すごいショックだったんだけど、そんなことはなくて、自分のことだから分かりやすいから話してるだけなんだけど、このチャンネル始めて、どのくらいだろう？半年くらい。なんでそんなに行き急いでるんですか？玉木さんはとか言われて、行き急いではないんだよ。この辺全部行き急いでるように見えると思う。22、33は、4とか6のまま人生を送っちゃう人もいるんですね。その本当の本来の超パワー系な力を、宇宙系な力を発揮できずに、それぞれ4と6の数字のまま一生を終えちゃう人も多いんですけれど、本来の22、33のパワーを持ったこの人とか、1、5、8の人は、周り見回しても、行き急いでるように見えると思います。
みんなそうだと思う。なんでこんなに慌ただしいんだろうとか、いつも何かに向かって走ってるなとか、突っ走ってるなみたいな。そのエネルギーはどっから湧いてくるんだろうみたいなね。そういうのを感じると思いますけれど、決して生き急いでいるわけではなくて、これが一生そうなんです。生まれた時から死ぬまでこのままのペースなので、別に生き急いでるわけじゃなくて、このままエネルギーが枯れることもなく行くんです。あと、最近発達障害とカバラス秘術のね、関係をの動画を作って、発達障害があまりに重度だと、あとね、精神疾患があまりにも重度の感じだと、この性質が消されちゃうよっていう話したけれど、この辺はね、ナチュラルに、ADHD と間違えられがちとか、あと、自分でも、自分って ADHD なのか、なんかこれ、チェックすると、すごく当てはまっちゃうみたいな感じ。多動なのね。そうなんだよね。うん。スピード感があって、あれやこれやって動き回ってるから、自分って多動？ ADHD なの？ってこう、自分で疑っちゃうとか、周りから疑われがちではある。これなんだろう？診断するとグレーゾーンになるのかな？いや、どうなんだろう？その辺ちょっと、実際はわかんないけど、ちなみに私は ADHD かなって自分で疑って違ったけどね。違ったんだけど、うん。そう。ADHD っぽく見える。います。ご相談者様でも、私、なんか、こんなに落ち着きなくて、なんか発達障害かなんかですかねって聞いてると、多分違うんだよね。ただただこの数字が、強く出て、エネルギッシュなだけなの。別に障害っていう感じは感じなかったりして、そんな感じですね。この辺スピード感がある、思い立ったら行動の人たち。納得かと思います。じゃあちょっと、遅いを行こうかな、次。遅いはさ、何でしょう。行きますよ。はい。2、4、9、11の方々でございます。4はね、特にいつも私が慎重、慎重って言ってるから、納得いただけますでしょう。2も、自立と真逆なんですよね。人に依存したいとか、人を支えていたいみたいな感じなので、人の一歩後をついていく感じなので、自発的に何かしようとかじゃなくて、誰からも嫌われたくないみたいなのがすごく強いので、すごく慎重にしますね。9もそう。9も、誰からも嫌われたくない、平和に生きたいみたいな感じなので、突っ走ることは、わーって突っ走ることはしないかな。ちょっと、そして大人な数字なのでね、うん。大人なので、じっくり、慎重に物事をやるかな。スピード感としては、ゆっくりじっくり、誰かと仲良くなりたい。11もそうですね。私の血縁の11二人いるんですけれど、めっちゃゆっくりですね。ゆっくりじっくり、私と真逆なので、超物事を進めるのに、ゆっくり考えますね。1たす1で2の性質も持っているので、そうね。11さんもやっぱり優しくて繊細で嫌われたくないみたいなのがあるので、その辺はちょっと慎重になりますね。この辺、2、9、11、優しい、繊細、ガラスのハートみたいなところで共通点ですね。じゃあ、普通いけますよ。普通って言うとなんか特徴がないみたいだけど、遅くも早くもないみたいな。3、6、7。遅くも早くもないっていうか、遅い時も、物事によって遅い時もあれば早い時もあるみたいな。まあ3はね、子供の永遠の5歳さんなので、まあ好きなことはガーって早いけど、興味ないことは遅いかな。まあ6も普通だね。6もまあ4とこの似た正義感の強さとか、真面目さはあるけど、ここまで4までは慎重ではない気がする。うん。普通だ、やっぱり。7はいつもね、この4と似てるよ、ゆっくり、なんて言うんだ、研究探求みたいな。なので、物事を考えるとか、探求する、じっくり、長いスパンで探求するみたいなのは、ゆっくりじっくりだけど、でも、頭の回転自体は早いので、仕事をするペースとかは、早いと思います。なので、まあ、どっちにも当てはまらない。うん、そうね。
ものによって違うかなっていうことで普通に入れました。はい。こんな感じで、で、そうだな。このスピード感があるは、まあ、仕事の進め方であったりね、アイデアももちろんだけど、人との仲良くなり方とか、コミュニケーションの取り方にも出るんですよ。なので、恋愛するときとか、こう出会って、告白してお付き合いして結婚してみたいなのも、こっちがやっぱ早くなりがちで、こっちはすっごい遅くなりがちなんですよ。なので、早い人と遅い人が出会って恋に落ちました。さあお付き合いしましょうっていう時に、スピード感が結構ね、ずれてそこで問題が発生することが多々あります。なので、それは気をつけてください。自分がスピード感早くて相手が遅い時は、ちょっと相手のゆっくりさに合わせてあげるとかね。この人たちもうすぐもう好き、すぐ好き、もうすぐ付き合う、すぐ結婚しようとか、言いたくなっちゃうんだけど、こっちはもう何年も何年も付き合って、もう大丈夫かな、もう大丈夫かなって慎重に慎重に、相手のことを知って、それでようやく結論を出すみたいな数字なので、こっちから見ると、早い人たちから見ると、イライラもするかもしれない。なんでこんなに進展が遅いんだろうみたいな。なんでこんなに手も、いつまで手繋がせてくれないのとか、親に紹介してくれない。全然紹介してくれないみたいな。超ゆっくりだと思います。なので、そういうところで、お互い努力が必要になってきますね。まあ、恋愛だけじゃないよね。親子関係でもそうですね。例えば、ね、お父さんお母さんがこのスピード感のある数字で、お子さんが慎重派だと、なんでこんなこの子は遅いのかしらみたいなご相談になっちゃうんですよ。私は思い立ったらちゃちゃっと宿題もパッとやって、もう何でもささっとこなしていたので、していたのに、うちの子はなんかすごく遅いんですよね。何やるにも、みたいなご相談になっちゃって。そこもね、あ、ゆっくりなんだな、この人は。ゆっくりじっくり正確にやりたい。それが、その人のペースなんだなっていうところを理解してあげると、とてもスムーズにコミュニケーションが取れると思います。そうですね。勉強の仕方とかも変わってきますよね。ゆっくりじっくりさんは早めに始めてゆっくりじっくりコツコツ積み上げていくみたいなことをするとか、この辺は、まあ長期でも頑張れるんだけど、短期集中でもわーってできるし、あとはそうだな、言い残したことは。なあ、あと、この辺の数字は、まあ、スピード感と変わってくるけれど、なんかやりたいことさえ決まれば自分で勝手に努力するんですよ。でも、なんかたまにこの辺の数字でもなんか子供が、全然やる気がなくてっていう時は、この数字持ってるのになんか勉強のやる気がない場合は、夢を持ってない。自分が何になりたいのかが分かってないっていう場合がほとんどです。なので先に夢を探してあげましょう。そうしたら、わって始まります。慎重派さんね、慎重派さんは、サポートタイプの数字が多いので、寄り添いながら、このゆっくりじっくりに寄り添いながら優しく一緒に歩幅を合わせて一緒に共に歩いていってあげると安心すると思います。普通さんの言及が今回少なくてごめんなさいね。普通さんは、まあ、そういう言及の少ない回もあるっていうことで、どっちでもない、まあ特に気をつけることも、まあ、ないかな。ごめんなさい。今回、3673に対しての言うことがすごく少なくてごめんなさい。でも、いつも3と7、玉木は喋りすぎだからって言われてるから、まあ、ちょうどいいかな。はい。ということで、はい。スピード感ランキングでした。いかがだったでしょうか。生活のに役立ててください。はい。では、じゃんけんいきます。玉木じゃんけん、じゃんけんぽい。チョキなので、グーの人の勝ちです。じゃあね、バイバイ、ありがとうございます。